こんにちは、マッツンツン TV です。はい、今日はですね、メルカリについてお話をしたいと思います。はい、私メルカリをやってるんですが、まあ、いろいろ、安いものは1000円で、高いものは、まあ、数万円ということで、まあ、いろんな商品を出してるんですが、今回ですね、結構高額の商品を買ってくれたよということで、紹介したいと思います。それでは、こちらです、どうぞ。はい、それではですね、紹介したいと思います。まずですね、こちらですよ。皆さん、こちら、わかりますか？こちらはですね、ほら、グッチ。グッチですよね。こちらはですね、まあ、その商品が入っている袋ですね。まあ、このようにまだタグがついてて、もうほとんど新品のような感じですね。これが袋ですよ。はい。でですね、この中身なんですが、これですよ。こちら、グッチのですね、ショルダーバッグ。ですね、これ今最大に伸ばしてあるんですが、まあ、ショルダーバッグでこうやってかけて使うのもいいですし、ほら、すごいでしょ、このキラキラ。表面仕様なんですけど、ほら、傷も、さほど目立たない感じですね。はい、でですね、これは本当はですね、ウエストポーチなんですよね。ウエストのポーチにつけるんですけど、私はですね、まあ、ショルダーの方で、こんな感じで、何回か、数回ですね、本当に。で、こんな感じで、ほら、見てくださいよ。全然折り目も全くなく、ほら、このように、とても綺麗な状態ですね。はい。でですね、こちらポケット、1箇所、2箇所。そして、背面の方に、1箇所とあるんですが、ちょっと財布とかですね、長財布入らないんですが、普通のちっちゃい財布だと、ここに入る感じですね。まあ、免許証とか入れて、こちらの方は、何でしょうね。ちょっと薄っぺらいんですよ、こんな感じで。でですね、僕はですね、やはり、もったいないんで、物を入れると、やっぱり、シワとかできるんで、そうですね、本当に物を入れんと、つけたくらいですね。はい、こちらですね。グッチのこちらのブラック。いろんな服に合わせるんですが、これ、9万円あったら8万ほど買ったんですよね。で、今回ですね、メルカリでこちら、まあ、4万9千ほどですか。で、売れたんですが、まあ、やはりですね、高額商品買ってもらったということで、まあ、こちら袋ですね。はい。で、その方は、まあ、リピーターなんですが、よく私の商品も買ってくれるんで、今回ですね、いろいろお礼として物を送りたいと思います。それで今からですね、紹介したいと思います。どうぞ。はい、それではですね、紹介したいと思います。はい、カバンだけだと、ちょっと、やはり、申し訳ないということで、紹介します。マッツンからの福袋ということで、文字どうですか？逆なってますかね。はい。でですね、プレゼントをしようと思います。でですね、私、富山なんですが、富山でしか売ってないようなんですね。まあ、こちらは多分、関東から東側は売ってないんじゃないでしょうかね。こちら。見てください。キンチャンヌードル。これはですね、関西の方はもちろん、うちらよく食べてるんですよ。キンチャンヌードル。でですね、やはり、その方も食べた時ないということで、こういうのを送らせていただきたいと思いますね。そしてですね、これも、北陸限定なんですが、これですよ。もちもちラーメン。これも、珍しいです。これ北陸限定ですよ。これは、あれですよ。ラーメンの中にですね、餅が入ってるんですよ。これは一回食べたら、なかなか忘れない味ですね。はい。そしてですね、こちらですよ。はい。こちら、ビーバー。4種類あるんですが、まずですね、こちらが、富山限定の、白エビビーバー。こちらはですね、バスケットボール選手の八村塁さんですか？これですごい、売れたんですよね。こちらが白エビビーバーですね。そしてこちら。はい。こちらは石川県限定ののどぐろビーバー。のどぐろというとこの魚ですね。はい。こういう感じの魚ですね。はい。そして、シーンですね。こちらのビーバー。はい。鶏野菜味噌知ってますか？こちらも石川県ですね。限定ですよ。は
はい、こちらのビーバー。そしてですね、ビーバーばっかりですね。で、こちらですね。こちらは、カレービーバー。はい、金沢カレーって知ってますか？はい、これも北陸限定となりますね。美味しいですよ。はい、そしてですね、食べ物だけだとちょっと面白くないんで、こういうのもつけましょうか。はい、こちらもですね、メルカリに出してるんですが、売れないんで、こちらもサービスで作ると思います。こちらですね、電卓付きの電子メモパッドですね。なんとわかりますか？こちらで、電卓をしながら横でメモが取れると。で、このメモはですね、このボタンを押せば、消えるって感じですね。はい。そしてですね、最後ですよ。はい、こちらですね。はい。こちら2種類。こちらは、ポータブル加湿器となりますね。こちらですね、充電をして、加湿器なんで、普通だと水を入れるんですが、こちらタンクついてないんですよ。でですね、なんと、コップに、わかりますかね。コップに水を入れて、そのコップの中にこの加湿器を、本体を入れてやると。はい。タンクないのでコンパクトですね。まあ旅行とかにでもいいですね。ホテル泊まるときとかやっぱり暖房とかついてたら、やはり乾燥してるんで、こういうのがあったらいいですね。まあ車の中とかもいいかもしれないですね。はい、旅行とか、どこでも持ち運びいいですよ。はい、寝室とかでもいいですね。はい、こんな感じになりますね。はい、それではですね、こちらの箱の中に品物を入れていきましょう。はい、それではですね、こんな感じで、入れていきました。はい、いい感じですね。はい、どうでしょうか。こんな感じで福袋っぽくなりましたね。はい、こんな感じで梱包しましょう。はい、それではですね、このように、梱包が完了したんで、今からローソンまで持っていきたいと思います。グッチバイバイ。またね。次のところで使ってもらってね。バイバイ。何キロだ？ 6 万？ 6万3千キロ。早いなぁ。早いね。もう1万キロ走ったか。ECC カードを確認しました。リッター13キロか。それでは、ローソン行ってきます。ほら、見てくださいよ。雨が降ってて、商品が濡れるか心配ですね。はい、私は今からですね、こちらのローソンに入って、落ちていきたいと思いますね。はい。お、よかった。近くに止めれて。これはラッキーだ。それではローソン持ち込みたいと思います。わ、商品が。見てこれ。ほら。ちっちゃいカバンなのに、こんな大きな箱になってしまったよ、これ。これ何サイズかな？うん、まあ、いっか。まあ、喜んでもらえたら、いいですね。はい。まあ、普通の人にはこんなことしないんですが、まあ、リピーターさんなんで、特別に、こんな感じですよ。はい。それでは、今から中に入って送りたいと思います。うん。雨で。はい。それでは。それではですね、帰ろう。はい、というわけですね、こんな感じでメルカリの流れとなりました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。マッツンツン TV でした。